はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験、年長になるまでに身につけていなければいけないこと、前期編ですねの、前期12月から3月にできていてほしいことのその2ということで、西荻フレンドリースクール室長近藤由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1個前のね、その1ではね、この新年長と言われるいわゆる12月から3月の時期は、まあ、指示が理解できたりとか、位置の問題だったり、置き換えができたりとか、そんなことできてるといいですね。でもそんなもんだと思いません？年中の頭ですもの。そうですね。そんなにね、高度なことなんかね、親が理解してるように思ってても、それは親の独りよがりで、実際のところ子供は何もわからないで、うん、わかったって言ってるけど、結局わからないで、通り過ぎちゃって、夏ぐらいになって、こんなこともわかんないの？やったはずなのに、ね。色も覚えられないんで、よく体験にいらっしゃる方もそのぐらいに来た時に、印がわからなかったり、色まで聞き取れなかったりっていうことってよくあるので、やっぱりこれはがっちりやらなきゃいけない分野じゃないかなと思いますね。はい、そして昨日は時間の関係で途中で区切りましたという、はい。その続きですね。そうですね。はい、あとね、よくやるのが、左右の認識なんですよ。はい、まず自分の、左手も右手も分かってない人っていうのは、地図で右に曲がるとか地図に左で曲がるとかってできないんですよ。そうですね。だから左に曲がるっていうのは左の方向だから、左手の方向に曲がってまっすぐ歩いたら突き当たりを右って言ったら、今度は向きが違うわけだから右。一番難しいのは自分の方に歩いてくることが難しいんですよ。だからもう今からうちは伏線張ってるから、ね、自分に向かってること、つまり相手の絵に描いてあるその向かい合わせになってるってこと、人間がね、の目が見えてるか見えてないか、はいはい、見えてなければそのまんまの自分の右左、見えてるときはバッテンだよってもう徹底して教えてるから自分に向かってくるときはもうすぐバッテンしますよね。はい、バッテンしたって自分の右手と左手が分かってなかったらそれは無理っていう。だからあまりにもね、なんかバッテンを徹底しすぎたら今度は自分と同じ方向に向いてるのが分かんなくなっちゃったりして。あ、なるほどね。まあでもそっちの方が簡単だから、それはできるっていう。だから左右の認識っていうのはとにかく自分の右左が分かってないとできない。まずはね、第一に。そうで、面白いことに海外で勉強してきてる子、はい、帰国だったりインターナショナルだったり、そう、うん、っていうのはその右左を意識するっていうのはもうやっぱり日本だけっていうか、お箸を持つ方、まあ、左利きの人はどうするのかって言いたくなっちゃうんだけど、やっぱり右左って幼稚園でも何でも日本の場合にはすごくやっぱり意識してる。だからあれなんだけど、インターっていうのはとかアメリカとか、まあ、海外は右左はどっちでもったっていいわけだから、そんなに右手左手って意識がないから、その部分が海外の人たちは大変かなっていう。まあね、先生の妹さんも外国に住んでることとかもあって、ユミセスそれ実際に 体験したというか見たり聞いたりしたことも、ね、そうですね。やっぱり、私も実際行って教えた時に一番分かんないのは右左が定着してないっていうか、まず自分の右左、それがまず分かってから、一番難しいのは、例えばブランコに乗ってる子が、まあ自分の方に向かい合わせになってる時にね、ブランコに乗ってる子の左から2番目のブランコに乗ってる子の右手と、ああややこしい、左から2番目は自分から向いて2番目の、そうね、左からはね、普通純粋に左からだもんね。今度は女の子になって右手って、それぐらいのことは出ますからね。頭ほんがりかれる、ね、でさ、ずっとそういう勉強してると今度は左から3番目の木に丸をつけましょうって言ったら木になっちゃうんですよね。はいはいはい。だから向かって左から3番目なのに木になっちゃうから、なんかとんでもないことになっちゃう。まあ、気になっちゃうというのはもう、まあ、普通に純粋に見た方からやればいいものということですね。で今はね、子供が前に向いてたり後ろ向いてたりするのが、まあ、今3列なんだけど、そのうち4列にするんですけど、複雑に花を持ってる子の前の子の右の横の前の子の前の子の左横の後ろの子とか、ね、でもすごいんで子供は、はい、
だからお人形が立ってれば前のことわかりますよ ね、うん、ね。でも絵だとそれが平べったくなってるから、ね、平面になっちゃうからね。平面になってるからどうしても前が理解できない。なるほど。だから実物だったらできるけど、うんうん、それが紙に寝ちゃったらできないっていう。じゃあ、まあ、最後ペーパーにするにしても入り口としては人形を使ったりも時はするんですか？すだけど、うん、それがやっぱりねそういう立ったね、うんうん、立ってれば分かる前とか後ろとか分かるんだけど、はいはいはい、それが紙の中で寝ちゃって理解できるのっていうのはやっぱ今ぐらいかな。なるほどね。それを12月にやったって分からない。そうなんだ。そうだから子供にとって今大事なのは見たら実際に見たら分かるんだけど、うん、それがこう紙になったら分からない、うん、でまあ数もそうなんですけどまあ数えますよね、はい、でお皿の中数えてもそれが2つ食べちゃいました。例えばおはじきだったら食べちゃいましたって取れるけど紙は取れない。そうですね。そこがまた子どもたちのギャップ、うんうん、取れない。じゃあ斜め線で蹴る取る。でも斜め線でいくら消したってリンゴは残ってるわけだから見えちゃうから、ね、それは取った斜め線を引いたということ時点で頭の中でそれをなくすっていう技術がね。取ったつもりじゃないけどね。そう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 。だからそういうことを曖昧にしてやっていくと最後数ができなくなっちゃう。ね、で色も同時にできることっていうのは、うん、もちろん12月1月の間で色はもうそんな、はいはい、ひらがな見て撮るんじゃなくて、うん、もう茶色、黄緑、緑、焦げ茶とかね、うん、そのちゃんと色の識別ができるっていうことがもちろん大事なんですけど、はい、それと数とどうするかっていうと例えば紙に5個あって、うん、それよりも2個多い数を右側から探して青のクレヨンで×をつけて。あ、そうか、一度に複数理解して処理しないと。そう、2個増えた数がいくつかなって言ったら、うん、例えばそれ7じゃあ今度7のものを探して言われた色で言われた印をつけ、これってなかなか大変なんですよ。そうですね。でも見越してやっぱり埼玉あたりの小学校なんかは、はい、ある学校は本当に色がコロ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 変わるところもあるので、やっぱ埼玉のある学校はそういうことをしてるからよく色と印は聞いてねって受験前には言うんですけど、でもこういう訓練してないと、うん、あ、なんだっけってなっちゃったりとかね。でね、例えば5個あるものに2個増えたらって言うじゃない、はい、よくある子供の陥りがちね、はい、5個見て2個増えたら、あ、7だで終わり、うん、その後に先生は見つけて例えば紫色で三角をつけましょう、7だって途中で考えちゃうんですよ。そっかそっか。だからもうつけた聞いてないの。 7は探すけど、うん、適当につけちゃうから×って、まあ青って言ってるのに鉛筆で丸つけちゃったりとか、うん、そういうことしちゃうわけだ。いやでもどうしてね、うん、最初分かんなかったんですよ、はい、どうしてそういうことするのかなってね、7だって分かってんのに、うんうん、でもねそういう子ってどの問題もそうなんですよ。最後の印が全部めちゃくちゃな。なるほどね。あ、分かったと思って、うん、あんた途中で考えてるでしょ、うんうん、考えてる、うん、そうじゃない、ね、5個あるから2個増えました、うん、増えたことだけ覚えておくんだよ、うん、それでそれに何色で何をつけるかって全部聞いてから2個増やして7だからってやらないと最後まで話を聞くっていう癖をつけるっていうことがね、うんうん、それこそ忘れづらい方法とかはテクニックの部分になってくるってことですね。そうですね、うん、だからそれができるためにその前話したようにその置き換えだったり位置をいろんな色を聞いてその位置にちゃんとつけられると、うん、まあそれができなければ7だって分かっても先進めなくなっちゃうっていう、うんうん、なるほど。でそういうことが今発見できればいいんですけど、うん、それがだいぶ経ってから夏ぐらいになって、なんでうちの子できないんだろう、なんでうちの子できないんだろうと思ったら実は途中で問題を考えてるって、よくそういう体験でケースはありますね。なるほどね、ありがとうございます。じゃあちょっと時間の関係でまだまだありそうですけど、もう一段くらいやっちゃいましょうかね、今度ね。そうですね、はい、あとこういったことのなんかチェックするような企画もまた考えましょう。そうです ね、 でも本当にこういうふうにやっていって、うん、まあ今12月から3月の話なんですけど、はい、ちょうど今ですもんね。そうなんです。だから3月の末日に、うん、まあよければフレンドリーに来ていただければ
はい、途中でものを考えてないな、この子が最後まで話を聞いてんの、聞いてるなとか、うん、指示された色とか、うん、そういうものが着実にできてるなっていうことを、うん、まあ聞けるできるかなっていう、うん、なんか模擬とかじゃ模擬試験とかじゃなくてその子の現在地の確認みたいな感じですね。いやそうだと思いますよ、うん、模擬でバババってやってあなたの偏差値何点ですよ何点ですよじゃなくて、うん、やっぱり大事なのはその子の何ができないか、うんうん、私たちは今自分たちのクラスを扱ってて全部一人一人一応把握はしてますよね、はい、この子はこれがダメ、うん、この子はこれがダメって。そうじゃないともしなんかであなたの偏差値40いくつですよって言ったら何がわかるのって、この段階でね2月3月で比べたところでっていう。だから今本当に塗りとハサミがねめちゃくちゃ下手な子がいて他はまあまあなんだけど、うん、でもそういうことで点がね失われるからまあしょうがないからサービスレッスンっていうので、うん、そっちを今強化して。あ、なるほど。だって上手な子もいるしやっぱり、うん、もうこの時点でハサミとか色塗りのだけど極端にできない場合これをやっぱりほっとくととか、うん、あとまあ集中力がない子なんかはやっぱり別の時間をとって集中力をつけてなんとかそのクラス全体が同じレベルで前に進んでいくようにしないとやっぱりできる子はできる子できない子はできない子ってなっちゃうとそれは私の心に反するのでそういう意味でまずこのものがバッチリできるかっていう、はい、そんなことで、ね、近々お知らせができたらいいななんて思ってまた打ち合わせしましょう、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで教室からの、お知らせです。ちょっと待ってくださいね。こうか。失礼しました。はい、ではフレンドリースクール、昨日ね、告知少ししたんですけれども、来月講座を行いますので、ね、その告知です。ここからは新助先生にご登場いただきます。はい、どうも、こんにちは。ちょっと花粉のせいで鼻声なんで。はい、二人ともね、鼻声かもしれませんが、はい、僕はごまかしてます。はい、お互いごまかしてます。はい、はい、1月の後半に、埼玉の浦和の方で行いました個別セミナーというものをやったんですけれども、うん、ご好評いただいて、他のところでもやらないんですかというご質問がいくつか来ていたので、うん、3月ね、もう一回実施してみようかということで、企画を考えてみました。小学校受験成功への第一歩、個別セミナー in 東京日本橋ということで、今回は、都内でやろうかということでね、うん、企画をしていました。開講がですね、2024年の3月22日の金曜日、7組限定でやることになりました。はい、場所が本当便利なところで、これですね、東京メトロの三越前、そして JR の神田東京、新日本橋、それぞれの駅からね、徒歩5分以内で行けるよというところで、かなり便利で分かりやすいかな。分かりやすい場所ですね、これね。うん、ぜひぜひ来てみてください。この前はいつだっけ、1月、1月の終わりぐらいでしたっけね。3月の後半となるともう結構受験が現実的に見え始めてくる段階だと思ってくるので、ね、またちょっと変わってきてるかもしれませんね。皆さんのやっぱもうスタートを切った方っていうのも多分、うんうん、切ったからこそ多分分かんないこととか、そうですね、これ今後どうすんのみたいな、うんうん、とか実際始めてみたら、あ、結構やばいかもみたいな、だからいろいろとこうね、あと3、4、5、6、7、例えば埼玉だったら8月の終わりからね始まるから6ヶ月もないと、カウントダウンが始まってしまうというね、うん、どうしたらいいんだろうみたいな多分漠然とした不安だったりとかもう、うんうん、経験者だったりとかしたらね、もう願書面接どうしようが始まってると思うんで、うんうん、まあ、その辺の、率直なこう質問とか、うん、そういうのってなかなか僕もあの面接特訓毎年やってる中で本当にそういうの基本的な質問からまず答えていくっていうこともあったりするんですね。初めてこんなこと聞けましたっていうのが試験の1ヶ月前とかになっちゃうんですよね。そう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 。まあ大体僕はどんな質問でも答えることはできると思うんで、うん、本当に気になってることとか漠然と例えば、ね、1月の時もそうだったんですけど、うんうん、まあやっぱり実際お子さん連れてきたりとかね、うんうん、したがってあとまあ地方のもそうか、うん、とかでもやった時でも実際お子さん連れてきてどうですかみたいなね、そうありますよね、実際ぶっちゃけ見てみてどうですか、うん、みたいなのとかあるし隠さず僕たちは言いますし、うん、あと今回もそうですけど
なぜ個別にしてるかということですね、うん、やっぱり全いろんな人が集まるセミナーだと聞けないこともあると思うんです。だからこそ個別にしたいっていう、正直たくさんねうわーって集めちゃった方が一緒にね皆さんにお話しできるということもあるんですけれども、やっぱり個別の方が何でもお話しできるかなって、うん、でもう一つ会員さん向けじゃないっていうところもあるんですけど、まあ会員さんはね普段個別セミナーやってるのはもうあれなんですけど、変な日本語間違ってるかもしれないけど、利害関係がない分何でも聞けると思うんですよ、うん、別に会員でもないし入会してるわけでもないしというところで、ただその普段先生に通ってる教室の先生に聞きたかったけど聞けなかったこととかもここなら聞けるかもしれない、うん、我々もどんな悩みがあるのかっていうのはすごい興味があるというか、うんうんうん、知りたいっていうところもあるし、で話す中でまあ、当然指摘するべきところは指摘するし、そうそうそう、やっぱこれ大丈夫だろうっていうところに安心感を持ってもらいたいってところも、はい、これは大丈夫ですよって、うんうん、そういうことも伝えられるので、やっぱいいのかな、もやもや大丈夫かな、うん、もやもやしたまま行くよりも大丈夫なのは僕は大丈夫とはっきり言うので、うん、そういう安心感を、得るためだったり、はい、あと新たなる気づきで、うん、あそこはちゃんと今から直さなきゃダメなんだなっていうところだったりとかを知ってもらえるセミナーになったらいいなと。そうですね、というのはその段階かな。そうですね、セミナー2よりもね。ちょっと名称がね、うん、あれですけど。なのでね、皆さんぜひぜひご検討ください。で、かつてね、これまでその相談会利用したことある人とか、1月利用した方も、リピーターで使うこともできますので。もちろん、もう一回来ていただいて、うん、ぜひぜひ新たな、ね。はい、あれから2ヶ月こんなことしていましたよ、なんて話してもいいですしね。うん、はい、そんな感じでやっておりますので、よろしかったらぜひぜひ、ご連絡いただければと思います。皆様にね、お会いできることを楽しみにしております。これも結構ご好評でね、意外と埋まっちゃったよね。うん、そうですね。そうそうそう。うん、なので気になってる方はお早めに、うん。はい。ということで、ね、いつから募集開始というと、画面に書いてある通りで、明日ですね、2月28日の20時、夜8時から受付をしようと思ってます。ホームページ自体はもう公開しているので、この動画の概要欄にもリンク貼っておきます。明日の8時ぐらいになりますと、お問い合わせフォームが出現します。ぐらいと言ってるのは僕が手動でやるので、なるほど。もし子供になんか、話しかけられたりとか、何か電話がかかってきたりすると、2、3分ずれたりする可能性もありますが。フレンドリー事務局は子供が入ってくるんです。そうなんですよね。はい。どうしてもその関係で、たまにずれる可能性もありますが、まあ、8時ぐらいに、開始しますと。8時より前に、オープンすることはありません。そんな感じでしょうか。はい。はい、ということでね、ぜひぜひ。お申し込みください。お待ちしております。捕まえておいたらあれだからね、なるべく8時に、ね。そうですね。頑張ります。何も起きないと思いますのでね。はい。あとは、せっかく新生さん来てるのでね、面接とかもちょっとお話しましょう。こちら、ホームページの方では反映させてるんですけど、YouTube で実はお話ししなかったことが実は1個あって、早割を、1月、2月、3月と実施しております。これですね、非常にこの時期だけのね、お得なご料金にしておりますので、ね、なんかツアーみたいになっちゃったけど、よかったらね、覗いてみてください。まあ、なぜやってるかっていうと、やっぱり早めに1回やってもらった方が、去年もそうだったんですけど、うん、後の成長が違ってくるっていうので、お互いにとってね、楽ですから、ぜひぜひ。実はもうすでに何件かやってるんですけど、うん、僕はやっぱり、受験において、子どもの自覚っていうのはもう必須だと思ってるんで、そうですね、面接を通して子どもたちにその自覚という部分をまずは、うん、まあ、語って聞かせて話して聞かせて楽しくなるべくテンションを上げさせながら身につけていってもらいたいなっていうところも含めてますので、はい、ただ単に面接の練習をして終わりじゃなくて、僕はもう子どもと語りますので、うんうん、そういうところも含めてを、まあ、4月以降の直前にやると本当にこれ大変なんだけど、今のうちからやると、まあ、今ならこれぐらいでいいかっていうすごいゆとりを持った指導ができるんで、ね、そうそうそう、で次どうしようかな、次はこういうふうにもうちょっとこうピシッとしていこうかなみたいな順序を踏んだこう指導ができていくので、はい、早めに来ていただいて、まあ、実際お子さんの成長を実感されたりとか、うんうん、あとはどういうふうに取り組んでいけばいいかっていうのを今のうちから知っておくのはすごい大きいことだと思うね。そう、今後に向けた作戦会議兼みたいな感じになると思うので、作戦会議は結構、うん、大きいかもしれない、はい、ぜひぜひご活用ください。3月もね、少しずつ予約入り始めているので、興味ある方はぜひご連絡いただければと思います。年を追うごとに増えていってるんで、そうなんです。だからね、7、8月怖いです今から、うん、はい。
あとは子育て幼児教育相談会平日土曜日に行っております。体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です、先ほどの相談会だったり、個別セミナーもね電話でも受け付け対応可能です。0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、西荻フレンドリスクールでは引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録高評価などもいただけると嬉しいです。テーマリクエスト等についてはメールでも大丈夫ですし、 YouTube へのコメントでも大丈夫です。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。